さん、どうもどうもよろしく、わらしドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャンターもやっていきましょう。では行こう。でね、コロナかすてぃ、ちょっと入る間際に出てくるんで、ちょい待てぃちょい待てぃやね、ほんまね。ちょっとそういうさ、ちょっとやめてくれへんかな。ちょっと入っていこう思ったら朝きれいに出てくるよ。まあさ、何これ、結構おおすげえ、おーい、おーい、やばい、死ぬ、あー死んだ。水よ、じゃまあな、ゴリムはもともと弱いからな、人間と違って順調やね、ちゃんと言えてないよ。よし、大地終わりだ。ウッケー、そこは分かるの、別に乗らないよ。別にいいってことはないけども、まあね、ようやく入っていけるわね。ちょっと冬疲れだわ、ほんま。いや、冬は疲れてないよ、敵にはね。ただね、おい、全然何も出てこんのかい。ああ、登る。わちょいや。ちょっと待てよ。何こいつら。敵が変わった。敵が変わったよ。甘い。しゃ、おい。いいね。一匹倒した。おお。すごい。お。今回は一旦逃げない。これちょっと見ていきます。いや、もうね、裏でね、いろいろやってもほとんど何もないんですけど、ゴーレムの合成とかね、まあコアマテリアルね、買えばできるんですけど、きっと。あ、ジンの星くずねえわ。でもジンの星くずねえわっていうな。まあここら辺ね、この 今欲しいのとこ、コアがね、デイジーブルーコアと、あとこのリオミオーザコアなんですよね。これ無理。これは無理。はっきり言って、これは無理、うん。これがね、うん。いい感じの、うん。ゴーレムの好きな感じの部類に入るかなっていう。女性やんけっていうね。それ言ったら悪いんだけども、ダンスがね、いいんでね。ハイキュアと HP ドレインとクリア。クリアはきっとあの PP ないから、なんとなく分かってるんですけど、状態上直すやつやろ、欲しいなって思うんすよ、思ってるんすよ、マジで。まあそれはいいとして、まあやっていこうか。やっていこうかやな、まあね、ええちょっと待って、ウェイつらら落ちてきそうで怖い。つららっぽいものが落ちてきそうで怖い。重力無効を手に入れた。あ、マジでありがとう。この上に乗ってるやつ、これはつられちゃうか、模様か、模様でもないか、なんなのこれ。ちょっとマジでさ、あそこも無理やし、こっちも無理やし、行くところとしたらこっちかねえ。で、あれ、ちょっと待って、待って。待って、なんかおったで今、なんかおったで今ねえ、見えてると思いますけど、誰かいましたよね。ちょっと、えってこと、ウェイ、シャイ、オッケー、おっしゃ、2匹が倒した、お、3匹倒した、いいね、おっしゃ、よし、ダメージ、よし、終わった、いやー、よしだいぶ獲得できるとかも多いですね。戦う、まあ戦おう。カリムさん、お気をつけてください。え、何、来ます。え、来る、え、これボス、え、嘘って言うね、ほんま。
まあ EX スキル使っていきますか。なるね。ではいきましょい。よし、カリンでこっちにやって EX ハイショットをメガリンクゲイン、連携ゲージを最大にする。まあそれはいいですね。ハイショット使っていこう。で、こいつでこいつでレーバテイン、ちょっと待って、レーバテイン、何これ。気合もろとも自らのパラメータを 100% アップ。うわ、それやばくね。ねまあそれでいこう。じゃあどうだ、まあ、ちょっと早送りしてるけどね。三角押して燃え尽きろ。いいね、これ好きだわ。え、全然効いてない。上がれなさい。うん、全然効いてなかったよ。おおーし、有利に。レーバテイン素晴らしい。ちょっと待て、おいウェイ、ちょっと待て。無属性の中パンチ、フレアラッシュ、ジャックはやめとこう。ハイブラでいこう。こいつはあんまり あの EX スキル聞いてなかったから、ライガーでレーバテインはやったから。よっしゃ、ここや。よっしゃあ、水よ。ローエングリーン、これ結構聞いとったからな、さっき。あれ聞いてない、マジで。うぃ、ちょっと危ない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 よ。カリン、ピュアダンスやりたいんやけど、カリン、あ、カリンね、うん、ピュアダンス。ライガはスラッシュ、こいつはちょっとキュアパウダーをちょっと使ってみよう。ちょっと怖い。よっしゃ、元気出たぞ。回復、回復しとこう。よし、おい、ポイズンやと。何、ポイズンやと。ちょっと待てよ、キュアパウダーではなくグラブフォース。いや違う、ウェーブ無属性のジャックやろ。オッケー、これでいってキュアダンスにしといて、ライガーはスラッシュ。癒しの力、オッケー。よっしゃ、元気出たぞ。終わりだ。オッケー、終わった。さあ、いけた。ちょっとゴーレム倒されてるけども、まあそれはしゃあないかしらね。はあ、なんとかやっつけたわね。そやね。それにしても私ちょっと疲れちゃった。横浜に向かう前に少し休憩しない。いや、これなんか東なんか言うだきっと、うん、ダメだ、進むぞ。ちょっと疲れたって言ってるでしょ。ならあんたは休んでればいい。俺は一人でも先に行く。そんなにその友達のことが気になるの。当たり前だろ。当たり前か。なんだよ、俺がトーヤたちのことを心配するのになんか文句でもあんのかよ。文句なんてないわ、ただ不思議なだけ。不思議ってどういうことだよ。それは、うん、なんでもない、気にしないで。それより早く横浜へ行きましょう。しかし、カリン様。いいのよ、ライガ。よく考えたら、急いでるのは私も同じだもの。横浜なんてパーッと行って、パーッと帰ってこなきゃね。パーッと行って、パーッと帰ってくるのか。なんだかよくわかんねえけど。じゃあ、行くぞ。多分ね、カリンは、そういう、なんか、ライガ専用マクシマス健康を手に入れた。おう、アマゾニアコアを手に入れたと。おう。
きっとね、カリンは友情とかそういうのないところで育ったんでしょうね。うん、だから不思議なだけっていう、そういう意味深なことを言ってるんやと思うんやけど、まあ、なんか新しく出てきたよ。優しくてもいつ水よ、よしゃい、よしゃい、ウェイ、よしゃい、止まて、ちょっと待て、おいっす、水よ、さよなら、よっしゃ、終わった、こんな感じよ、よーし、さきさき進んでいこう。まあね、前回から何？え、何？何これ？あ、そうか、これか、これな、これいるね。 HP1 でとどまってまうからな、これな。ここでちょっとレベル上げてもいいわね、それやったらね。まあそれ裏でやれっていう話やねんけど、なんもないんか、ここは。お、来た、ジンの星屑、よっしゃ。で、こっちやろ。ジンめっちゃあんねんけど、壊すやつ。ちょっとどこに何があるのかわからんからさ、全部壊してんねんけど。あー、出てきたー、あー出てきたー、うん、まあ、なんで2回言うねんっていうな。まあすればいいとして、よし、まあ多くいけるでしょ、雑魚やし。おおおおおお、やっぱ好きだわ。ちょっと痛い、いやちょっとどころちゃう、めっちゃ痛いちょっとどころちゃうな、ほんまこれ、ほんま結構強いな。どうしよう、おでもまあ終わったな。よっしゃ、で行くところが中やねんな、っていうか中じゃなくて向こう側やねん。あっちから来た、もう多分これないやろ、ないと思うけど、ちょっと壊しとくけどな。てえ、また出てくんのかい、出てくる頻度が高いね。うん、これね、回してない時はねそんなに出てくるんですけど、回してる時って限ってね、めっちゃ出てくるんですよ。なんでやろね、これ遅い、ちょっと不思議やわ。なんかそういう役も立ててんのかな、俺。作戦的中けど、もう終わったよ、すげえ、いいね。え、レベル10で、ちょっと待って待って、これなあ、ちょっとどんだけ壊させんねん俺に。まあ一旦またここでやっていくけどね。よし、やってから向こう行きましょう。こっちやね、確かね、せえてんね、間違えてきてる？それはないわね。いや、それはなかったわ。てー、ちょっと待てー。うん、結構雑魚多いね。遅い、まあ、これはこの演算でもね、戦闘が一番多いときかとかだとか、自分で考えてもいいですけど、まあ、そういうの、え、何今の、残念だ一部さ、下がらされてるっていう、パンチラがありそうな感じやねんけど、ちょっと待てよ、一旦ね、これ全部壊していきたいのよ。やっぱね、 RPG 好きな俺としてはこういうですよね、うん、出てくると思うんだよね、こういったもの。ロンディネス平原、森林南部ってことは合ってんのか。登る、これさ、登ってる時にも出てくんの、今ふと思ってんけど、あ、出てこんわなこれで出てきたら面白いな思ってんけどね、うん、ちょっとうざいかなって思うけど、あれ、こっち、あ、合ってる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 、よかった。よし、じゃあ先進めていこう。そんなに長くは ならんかったね。結構中広いんかなーってなんとなく思ってたから。あ、なんかある、なんかある、そんなに広くなかったのがちょっと俺の誤算かな。おお、こいつら、いや、行くぞ、倒すのにしてます。
強いね、味方。ゴーレムね、結構ね、作ってるんでね。怖い。そこ俺、しっかりせよ俺。もうちょっと。スカラセイ。いいね。おお、274。こいついいわ。こいつマジでいいわ。こいつか、何か。戦う。ああ、こいつはまたコアもらえるパターンやね。なら、もらっていこう。もらえるものはもらっていくぜ。まあ、これも大手でいけるでしょう。多分。あ、ちょっと難しいっぽい。よいしょい。23? え、なにこれ、え、ちょっと待って。え、ちょっと痛い。痛いよ。で、結構食らう。え、嘘、208。いや、あかん。ちょっと待って。スキル。どうもします。すいませんね。これちょっとびっくりした。強すぎるっていうな。これはまた今度やね。こいつは。まあ、勝てるようになってるやろうけどね。今のところはさすがに。逃亡しただけやしね。よし。ラオウか。あれね。さっきのあいつね、ちょっと敵のね、攻撃力高すぎた。攻撃力がね、攻撃力というか一撃がね、206とかそこら辺いったんでね、今のね、この HP じゃ無理なんでね、はっきり言って。それがちょっと無理っぽい感じがしたんで、まあ勝ってないなってると思うんですけれども、まあそんな感じですね。じゃあまあ今回もこれぐらいですかね。一応ここまで来たんで、ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。